ソメヤユカは日本のバラエティタレント、グラビアアイドル。小学6年生で身長が165センチメートル、中学2年生の頃には身長170センチメートルで F カップあり、地元でも有名であった。富士テレビが運営するウェブサイト、少年、たけしのイメージがあるオーディションが2010年から2011年にかけて行われ、周囲の人から言われた。 モデルになりなよという言葉を真に受けて、自ら応募、特別賞を受賞し、芸能界入りした。2011年に、TBS 系、ドラマ、花若の四姉妹、2012年には、同系のドラマ、スペック、警視庁公安部公安第5課、未章事件特別対策係事件簿集に出演。撮影会モデルや、 所属事務所による、ウェブ配信番組への出演などの活動を経て、2013年に、グラビアデビュー作となる、ファーストイメージ DVD、不死だらな死体が発売。超新と抜群のスタイルを活かし、リアルボン・フジコ、霊長類最強の現役グラドールを、キャッチコピーに、グラビアで活躍。所属事務所は、2013年時点では、コペル、2015年にロンファイン。 2019年5月1日、ホリプロに移籍。2019年8月、約2年ぶりのグラビア活動を再開。2021年2月、ボートレース、玉川とのコラボ企画である、ホリプロボートレース部の部員となる。2021年9月発売の写真集、This is the beginning で、ヘアヌードを初披露。イコールブリュレー同時発売。ありがとうございます。